さあというわけで WBS 直後の北浦に来てます。あの橋拓さんがね、この近辺でこういう系のやつでね、ブラックバス5キロ釣ったんですよね。なんで同じことを言うまでちょっとやってみようというわけで、人がいないところに入ってみましょう。なんでやってみます。レッツゴー。なんでここシラゴいないの？重くしよっか。なんか表層にいない気がする。 1.2g って言ってたな。 1.2g でボトムを取ってんじゃねえかなぐらいの感じで巻いてたんですよ。下がったんですよ。なんで 0.6g から、俺が持ってるのはこれしかないんで 1.8 と 0.6、0.9。 思い切って 1.8 いってみっかな。思い切る、思い切りが大事なんで、この世界は。いいやん、いいやん、釣れるやん。なんか夕方入ってきそう。バスの道が見える。入りそうっすよね。よし、おもらったよ、みんな、みんな、ありがとう。もうね、この北浦のこの状況、夕まずめでダラーっとしたこの感じ、この状況になってたらもう俺しか釣れないですよ、正直。俺しか釣れないでしょ、もう。インチキは良くないですよ。マジで？何？インチキ？インチキは良くないよ。これね、いい方法見つけたよ。これどう釣ったと思います？どう釣ったんですか？どうあ、ブラックバスじゃん、やっぱ。そう。え？ねいい方法思いつけた。ないない、ね、どんなインチキですか？HP ミノなんですけど、はい、これを脳進化にして、はい、玉ねぎの木をコントしてきた。なるほどね。そうで、今まで3インチだったらちっちゃかったけど、はい、3.7 にしたらまあまあ飛ぶじゃないですか。で、今ここ風ないから当たってはいるけど裏側なんで、1番のオフセットで。しかも3回ぐらいバイトあって。マジで？で、見えたんですよ、1匹目食うのが、はい、で、こいつではないんですよ、もっと40ちょいぐらいのが見えて、はい、で、パクッと食べて、え、食べんじゃんみたいな。で、今もっと大きいに入ったらまた釣れちゃう。マジで？やりそのインチキ技いいな。ジグエットじゃできないじゃん。隅なんじゃないですか、はい、すごいなんかね、レンギョの稚魚が見えたんですよ、うん、だから、こういうのも、ね、食ってんだろうな。どうしてもマックスピンは速くなってますもんね。このスラックを使ってこうやってこの 3.7 インチがでなかなかちょうどいいんですよ。これ利根川でやってて、うん、めっちゃやりやすいやんと思ってたんで、4投目、5投目ぐらいやってた。それ貸してよ、それ。いいよ、貸してよ、それ。やりたい。で、今までちょっと、玉ねぎ怖えなっていうのが、なくなったってことね。で、最初食った時に、うん、絶対今、右からそこから出てきたんですけど、はい、そこから出てきたよね、今ね。こっから出てきたんですか、逆に。そこの穴玉ねぎから玉ねぎの下からピューって出てきたから、あ、どうもみたいな。ドックの髪みたいになってる。さっきはこうやって投げて、こう投げて、この上をこうやってピーってこうやってやって、あ、ちょっと上すぎたなと下げて、うん、こうやってやったらシュビューンバンって。ちょっと大至急やりますか。チャラートの方が本当は見やすいけど、食ってるのはそのカラーだから。なるほどね。すごいですか、一発バラしてすぐまた釣るんですよ、うん、パターンっぽいのか、まだ誰もやってないからってことかな。多分あったら走ってきたんじゃないかな、うん、